ろそろかな。来たー。ちょっと待って、コントローラーがない。カプエスニエオはゲームキューブでも出てたはず。箱ってあんな起動画面なのか。昼休み残り10分。のすけ、飯から帰ってきた、和骨です。Xbox やりたいけどコントローラーが腐ってベタベタなんだよなぁ。ええ。ああ、わかる。コントローラーが腐るって一体。腐るのか。なんかベトベトになるんだよねー。腐るというか劣化するというか、そんな感じ。プラスチックじゃないんですね。経年劣化もあるんでね。あ、次の授業まであと30分しかないや。シリコンが溶けるんですね、和骨。Xbox だと何があっても許される風潮。ゴム部分が溶けるのでは ?PS2 の別会社のコントローラでなった気がする。Xbox は魔改造化されてメディアプレイヤー化した人おるんだろうな。初代 Xbox は当時 CD に傷がつくって話題になったな。音かっけーわー。モビルスーツ側の対応も悪かったらしいね。モビルスーツになってるわら。あと電源の交換もあった。さっきの X を見てあの話を思い出してしまった。PS2 捨てちゃってよと言ってた当時の責任者。はい、どうも。よいしょ。俺は修理依頼したらモビルスーツの対応すごく良かった。いや、めっちゃ悪かった後なんだよ、きっと。終わった。いやー。
モビルスーツ側。モビルスーツ側って怖い。じゃ何側で別は。そんなわけで、敵機は見てるだけです。だってコントローラー出してねえし。まあ一発目だから、ちょっとネタで、出落ちで。まあ、やろうと思ったら、うち敵機のコントローラー3台あるからさ。やろうと思ったらやれるんだよ。おお。じゃあついでだからついでだからこれも行こうか。所長さんはコツ、はい、久々に遭遇した。この時間がな、今日ちょっと休みなんで。なんで休みだったんだ。あ、そうだそうだ、今日はそう、上司が休みだから休みだ。オルトさんいらっしゃい、お久しぶり。結構なお久しぶり。よいしょ。いやー、国際 Xbox ソフトどっか行っちゃったわ。時間に見れるわ。ああ、なるほど。皆さんいらっしゃい。あ、誰だ。石込さん、ライさん、ボウさん、あれ、ボウさんいる。犬さん、ウッソさん、ドムさん、鎌倉さん、あたりの、のすけさんだ。のすけさん、あ、のすけさんもいねえのかな。音ちっちゃ。なんか言われるかな、これ。オンライン。昼休みか。いますよ、あと5分で抜けます。そっか。敵機専用コントローラーが、あバレるか、やっぱ。敵機コントローラーがなー、あれ、USB 接続できるようにアタッチメントつけてさ、ねえ、360とか、で使えるとか、Xbox One で使えるとかってあれば、面白いけど、持ってる人が圧倒的に少ないし、そこを対応させる利点がメーカーにはないよな。結局そこなんだよな。小回り効かねえんだよ。それでいろんなロボゲーが遊べますよ、なんていうのは、それぐらい普及してるコントローラー向けにやるサービスだよな。日本で100人ぐらいしか、もう動く状態で持ってないっていうか、出せる状態じゃないっていうものに、100ってのは少ないけどな、もっといると思うけど、少ない需要のとこにわざわざ金かけて対応させるってのはまあ無理だな。さあ、どういう順番でやるか。本当は一発目はやっぱりこれいこうかなと思ったけど、今日そうだな、なんか久々なんか平日昼間久々だなぁ。何年ぶりだろう。てかまあ、知るチキがね、いっぱいあるんだよね。使わなきゃいけなくて。使わせていただいてます。ちゃん、休みだったからな。ミュージックとか、なんか聞こっかと思ったけど、これ俺の、Xbox だけど、比較的最近ハードオフで500円とかで手に入れたやつだから、何も入ってない。なんか入ってんのかな、前の人が入れたやつが。明るいね。ちょっと待ってね。画面が明るい。まあいいわ、暗いより。いや、ダメだ。へい、へい。あ、明るいな。接触か？よいしょ。はい。長いな。飛ばさなきゃいけないのか。あ、秋葉のハードオフ？秋葉にハードオフあんの？あ、あるけど、俺の知ってるハードオフじゃねえな、あれ。なんかジャンク屋みたいな感じじゃなかった？秋葉のハードオフ。ブックオフ？あのハードオフか。ハードオフは普通のでかい店舗の方がいいよ。あっちこっちにある。まあでも秋葉も、俺でも外から見た感じなんか全然俺の求めてるハードオフっぽくなかったけど、なんかしょうがないよね。ちょっとだけあるよね。 3DO なんかほぼないよ。ちゃんとしたやつあったりするけど、
あれはハードオフ高いけど置いてるよ。うん、裸やメガドラとかほぼないね。2本あればいいと思う。へえ、まあ、あの人セガ好きだから俺と同世代でセガ好きだからな、おすすめするわ。いやでも俺たち世代ってセガをねちょっとこう進行してしまうっていうのは分かるんだよね。そういう時代だったし、そういうタイミングだった。いやそれぐらいの魅力あったよね。なんかすげえゲームがしかもドリキャスで出るっていうさ、プレステ2では作れないみたいなね。うん、いやだからジェットセットそれぐらい魅力あったよ。もうその前から思ってたけどやったぜって思ったもん。やっぱセガってすげえなって、ドリキャスでこんなん作れちゃうんだもんなって。であのゲームを60フレームにして操作性良くしたらもうすげえゲームなんじゃねえのって言ったらこれなんだよね。それがね、でもこっちちょっと落書きグラフィティがちょっと雑になっちゃったからね、ボタン押しっぱなしでいいとかになっちゃったから。プレステストアで初代発売された時はめちゃくちゃ嬉しかった。ちょっときのセンスが素敵なゲームでした。だってスプラトゥーンがセガから出てもいいとか思うってネット書き込みそう、スプラトゥーンでやっとあのジェットセットラジオの感じを出せた。他のゲーム、唯一の他のゲームだよね言ったら、あの感じ、渋谷をめっちゃ狭くしたみたいなさ、あのごちゃごちゃしたすげえ情報量の多いなんか変な謎の街、若者向けの街としてこうなんかいびつに成長したみたいなさ。あーまあそれはそうだな。あの時代、あのスペハリっていうのが大事なんだよね。あの時代にあの新作として遭遇するスペハリってもう今ではちょっと比べようがないぐらいの衝撃があった。今見たってすごいなんかドキドキすんじゃん、あのスピード感で。ゲーム中にさ結構スピードが速くなる面とかあるじゃん、なんかああいうとことかさ、なんかこの速さに慣れたってところで急に速くなるからおいってなるんだよ。やっとちょっと目が慣れてきたらまだ速くなるのかよみたいな。しかもなんか結構緊張感のある。ごめんねこれオープニング見るだけでだってやり始めたらキリないもん。てかもうクリアまでやったし前。そうそう、飲み会して寄った時にアフターバーナー3連続の系とかやってた動く台のやつかちゃんと。よし、じゃあちょっとセガ攻めていくか。これはちょっとやってもいいかなと思いつつ、俺は別にゲームとして好きではないからやんなくていいかなっていうゲーム。放送でもあんまやんないなこれ。やったか一回、やってほしいって言われるけどなんかあんまり乗り気になれない感じ。あ、入って、アイカツ入ってんじゃねえか。アイカツ来た。カウボーイビバップとアイカツってなんで？あ、始まっちゃったゲームが。アイカツ4つぐらい入ってたな。荒川さんに借りたやつだ。アイカツ OL、OL さんに。アイカツ OL に借りた CD だわ。なんかその時ちょうど借りてて、あーって、Xbox に入れとこうってネタとして使えるって。放送中に入れた気がする。明るいね。あ、明るくないわ。大丈夫だ。もう治った。スマイルビットなんだ、また。お、早っ。始まんの早っ。ワコです。うん、Xbox もまた相方だね。そうなの、キウベさんいらっしゃい。はぁ。あー、これ1とか入ってたっけ。スペースハリアーやアフターバーナーの曲聞けたような。スペハリステージとハングオンステージがあるよね。あとなんかのステージ、あとアフターバーナーステージか。あれバカだよな。何も見せてくんないもん。お昼に辛い辛いもの食べたら吐血しましたそれ血なの本当に。唐辛子じゃなくて。そんな簡単にてか、そんな簡単ってか、そんなに辛、うん、どんだけ辛いもん食ったんだろうな。違うか。ほっ。
ティム・ディナミリア。The famous like you. よっしゃ、おい。ちょっと待って、楽な格好へ。ラオス・ウィビレ、100個目さんいらっしゃい。ロマーグ・マクラル・メイティ。ラオス・エデ・ゲネマ・アルカイ。結構人来てる。びっくりした。インペニアポセル、エピグレイト・イア・ラオス。どうすかな、今日ゆっくりやるわ。今日は、ゲネマ・アゴルフィート。に、ここは、日本のやつやったら北米版やるわ。なんで Xbox の放送しようと思ってたかを忘れちゃったんで、たまにあるんですよ。秋葉行きてえなーって。秋葉来て秋葉来てってこう長い間思いながら行けなかったりすると、秋葉に行かなきゃなーっていう気持ちだけがずっと残り続けて、ああもう今日は明日秋葉行けんじゃん、いや今日秋葉行けんなこの時間っつって行くじゃん。何をしに、なんで秋葉に行きたかったかっていうのが忘れてて、結局よくわからん。まあ見とくかっていうところだけ見て、で帰ってきて思い出すっていうね。ああってあれ買わなきゃいけなかったのかみたいなのが言っても思い出せないことあるんだよな。秋葉に関してはよくある。23区内にハードック3店舗しかないんですね。あのね、そうそうそう、東京はないです。言ったら東京からちょっと外れるとね、西東京とかあっちの方とか、その3店舗はどこだ、赤羽の方。何をしようとしたのかを忘れるのと同じですかね。あの、台所に行くと何を取りに来たか忘れてさ、一回戻ると思い出す現象って何なんか、その、行こうと思う前の行動に戻ると、なんかふっと思い出す感じ。最近ないけど、昔やったな。なんか元に戻す、自分の行動を戻すと、逆回しすると、なんか記憶も出てくるみたいな。あ、こんな主人公だったな。Google 開いて何を調べようとしたか忘れる、ね。あ、わかる、あるある。あったことある。思考回路をたどっていくんですね。わかるわ。いや、でも思考回路をたどるというよりは、あの、その、そのものを、あれしようって思った状況のポーズに戻るとかさ。体勢に戻る。椅子に戻る。一度忘れる。の、なん、一度忘れる。あれ、犬さんいた？いらっしゃいってこのキャラのモデリングを作ってる人は昔のバイト仲間の割と最初からいました。昔のゲーム屋のバイトしてた時にいたアニメーターの人の後輩です。天才らしいよ。誰なんだろうね。あ、まあ名前分かるか調べれば。今でもすごい活躍してる人なのかな。あいつはすごいっつって、その人もすごい人だったけど、作監とかやってる人だったけど、作画監督やってて飯が食えねえからゲーム屋で週一働いてたの。友達の友達、そうそう、友達の後輩はコツです。いやでもその人がね、連れてくる友達が、店に連れてくるっていうかさ、その人に挨拶しに来る友達っていう人がさ、同僚かな、すげえ人たちばっかだったな。すげえっていうか、なんか面白かったよ。ハガレンの映画今書いてますみたいな。絶対終わりませんって言って。はぁ？セイントセイヤなんてまだこれ CM してるけど終わってねえっすよみたいな。っていうか終わらないですあれはとか、そういう話がすげえボンボン出てきてさ、アニメ業界って面白いなと思った。話だけ聞くにはな。自分でやるのは自分でやるのは 100% 無理だけど、話だけ外から見てんの面白いと思う。あんなもん絶対完成しませんよ。どう言い訳するんだろう。すごいもん。あ、いや、あれセイントセイヤのアニメってあれも宣伝してるやつですか。あれできてないっすよ。てかできないっすよ。 100% できない。なんか作り直してるとかですよ。できるわけがないけど、どうやって言い訳つけるんだろう。ハガレンとかもそういう、ハガレンレベルでもそういう話だったからさ、うわーと思った。ああいうのはもう完全にしっかり出来上がってからのもんかと思った。完
サダルムーンっていまいち何と戦ってるのか分かんないんだよな。あと分岐が分かりづれ、もっと分岐が分かりやすかったら俺もっと好きになれるんだ。ダメ、あ、何が何が、どこ行ったどこ行った、ん、あれいない、下行ってみよう。あ、これレーザー強くなってる、なんか曲変じゃね。こんな感じなんだな曲って。もっと一作目とかめちゃめちゃ良かったのに。2もあんまり好きじゃねえんだよな曲が。1がやばすぎなんだよな逆に、良すぎて。倒せた、これって実機、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 実機。最近ハードオフで見つけて買ってきたやつ。でも今日久々に起動してみたら音うるさいな、本当こんなうるさかったかな、まあ、しょうがねえか、パソコンだし中身は。もともとね初回なんだ、初回版持ってるんですよ。あ、6時間です、わかんないけど。もともとね、なんかちょっと半透明の 初回版っていうのがあってね、Xbox って。ビル・ゲイツのサイン入りみたいな、サイン入りじゃないけど、サイン、ビル・ゲイツのサインのなんかキーホルダーみたいなのがついてるやつが。あれはね、上の本体上の Xbox って丸くなんかなんてスライムに Xbox って書いてあるみたいなところが黒いのよ。でもそこそこ綺麗ですね。いや、全然綺麗よ。プレステ2よりスペック高いし。マクドスの形してたやつですか。あれは違うんです。あれはハードじゃないんですよ。あれはハードじゃなくて、なんて言えばいいんだろうね。こんな素晴らなんだよこれ。お前最初後ろ見ろって言ったのお前じゃねえか。これあんだよ。あ、そろそろ授業あるのでこれで失礼させていただきます。いってらっしゃい。皆さんそっか学生か。耐久なんてしてたっけあの人たち。対決列島とかの話。そうね、なんだ初代 XBOX はそれと北米版と近年手に入れたハードオフでのほぼ新品とあと何台持ってるだろう、あと2台ぐらい持ってますね。なんかやっぱ壊れやすいからさ、ハードディスク入ってるハードだから怖いんだよね。ハードディスク壊れたら動かなくなるからさ、なんとかしてほしいんだよな。時間経っただけで壊れんじゃんハードディスクなんて。まあそん、まあな、壊れるな、なんとかなんねえかな。なんか1万円ぐらいまでだったら出すわ。なんかその対処法もうなんか SSD にしちゃうとか USB メモリーで何とかするとか。うわっ、危ねえ、危ねえ。なんでこれさ LA マシンガンズみたいな感じなんだこれ。避けられるんだっけ弾とかって。あ、やーべえ、やっぱダメだ、やっぱダメだよこのゲーム。何、弾落とさら、あ、多少いけるわ。ここはダメだ、こんな落とさなきゃいけない、やだわ、嫌いだわ。あれ壊せない、ああった、なんかバーサクみたいなのあったよね。やべ、どこ出てる、あ、出た。あとどこと思ったら敵来てるとか、邪魔、自分が邪魔、弾撃てないじゃん。あれ
え、どこ撃ちゃいんだ。あった、自分が超邪魔。たまたま。やめてーやめてー、これどうすりゃいいのマジで。自分に向かってくるやつだけ壊せるのかな。いやちょっと無理だろ、バーサクバーサク。どう言ってんだ、もうねえや。自分に向かってくるやつだけいいってし、マジで言ってんのこれ。自分に向かってくるやつ、壊せねえ。視点切り替えがめんどくせえ。はてえな。なんか来てんのか全然分かんなかった。マジかよ。なんか使えるっぽいな。使えてんのかなこれ。使えてた。映像綺麗だな。綺麗というか、なんて言えばいいんだろうな。なんかもうなんかはっきりしてんな。不安定さがない。そしてやっぱり面白くないな、このゲーム。すげえなんか続編求めてる人いっぱいいるけど、俺ゲームとしてはもう初代からあんま好きじゃないんで。はい、ご苦労。唯一ちゃんと好きと、楽しかったし好きって言えんのは、RPG、 パンツァードラグン RPG アゼル。あれ以外はなんかもう、なんか不安定だし、操作性も映像も不安定だし、なんか楽しませるにはちょっと技術力不足というか、ハードスペック不足というか。これに関して言えばちょっとこっちが硬いからいいけど、なんか気持ちよくないんだよね。あと初代 Xbox はコントローラーがあんま好きじゃない、正直。360はすげえ良かったけど。あとどのゲームやってもなんか若干ラグさを感じる。何フレか遅れてる気すんだよね。報われる。ここにいてもいいの？ストラテ、エルティスモリ、アナンキッド。字幕がでかくていいよ。箱の中身がまんまパソコン状態なのもな。そうね、もう本当にパソコンだもんね。びっくりするぐらい、まあマジで開けるとあーってパソコンだなって、噂通りパソコンだなって感じだね。普通に縦置きしたくなるような。デュラコンセーダサイクス、トラシルクエトゥグランメ、デュラコミアアゴーレアバド、スケマフォニーバファル。あと俺こういう世界観がそんな好きじゃないんだな、きっとな。なんか、マジか。イカルガ、確かにね。昔はもうちょっとオーケストラチックだったんだけどね。でもナウシカとか見てるとさ、突然わけわかんないさ、シンセサイザーの曲とか入ってくんじゃん。冒頭のオウムから逃げるユパ様みたいなとこですっげえわけわかんない曲流れるでしょ。ああいうのびっくりするよね。なんでっていう、なんか当時なんか流行ってたのこういうのみたいな。今ではちょっと理解ができないさ、系の突然の起用みたいな。あれは本当に何度見ても意味が分かんない。ここまでだな。虫の谷底に落ちるとことかね。あ、そうなの。あ、そこの曲かな。なんか変な曲は、なんかね、すっげえ今、その時のなんか流行りっぽい曲みたいな。曲っていうか、なんつうんだろうね。なんかそんなんわざわざ使ったのかなって。選んでそうやって、あえて使ったのかなみたいな。ぐらい違和感のある曲を何箇所か使ってんだよね。